で、まあ、歴史っていうのはやっぱりあの好き嫌いがありますんで、はい、まあ、特化ガイドって私呼んでたんです、最初にね。だから企画と特化と委託ガイド、はい、この3種類に大きく分けてたんですよね。で、委託っていうのは他から依頼があったのを受けるのですね、はい、私が受けてやる。それからあの、まあ、受託ガイドとも言うんですけど、はい、それとあとあの特化ガイドっていうのは、まあ、企画ガイドの方は、まあ、大体60名6班体制ぐらいでやる、それに会を挙げてやる、まっとうなっていうか正当なあれなんですけど、特化っていうのはなんか植物とかね、あれ特化さ、あの小鳥とか、そういう意味では歴史とか、まあそういうのはやっぱりちょっと好きな人しか来ないかもしれないんで、でも来たら徹底的にそれにこだわってやろうっていう、まあそんなのがあってもいいかなと思って、そんなのも最初想定してましたんでね。ですから、まああの大体まあ終わって新年度を迎える11月か10月ぐらいかね、その前の年ので一応やるところを決めるわけですよね。でも4月っていうと1月ぐらいから準備しないと間に合いませんので、もうその頃決まってないと間に合わないんですね。ですからそういうことで一応決めて、大体提案した人が大体企画しようということでやるんですけど、でもそれ、ああそれなら俺もやりたいとかいう人で、やっぱり一つの企画だと6、7人は最低必要ですから。でただチーフとサブを決めるんですよね。でそこでチーフが大体こう書くんですよね。でチーフとサブで大体下見をしながら大体コースを作り上げていく。で最後はみんなで回ってやる前ですね。でこれはこうじゃないか、ここは危ないじゃないかとかいうチェックをして最終的に出来上がるわけですね。大変ですね。ですから手間暇かかるけど、やっぱり自分たちの作ったガイドですから、ツアーですから、まあ気持ちも入るんじゃないでしょうかね。まあ第一号ツアーは私があの小机上司と、はい、小机三山かなっていう、三山っていうね名前をお寺さん3つですよねという形で、でそれに桜を絡めて、みんな桜が絡まるんですね。私も桜大好きなんで、桜っていうとお城の桜、それから小学校の時の校舎の桜、それからお宮の桜、それからお寺の桜で、最後でやっぱり川に近いところの桜、それ全部揃ってるんですよね。まあそれで一応私はやっぱりこれあれが大好きだったんですね。でそれをまあ第1回のツアーという形して、まあ、一応やらせていただいたと、まあ、いうことです。でほぼ毎年やってるような感じですけどね。